セブンデイズプーダイアルファ19。ゆっくり実況。始まるよー。皆さんこんにちは、霊夢です。よー、マリサだぜ。本日もご視聴ありがとうございます。アルファ19シリーズ20本目の動画になります。忙しいのに見てくれてありがとな。この間のグラフのことなんだけど、パイプボムのバグがあったの覚えてる？ああ、覚えてるぜ。てか、一緒に死にかけたじゃんか。あのバグが最新バージョンで治ったんだって。今の最新ってどれだ？アルファ 19.2 ベータ3ね。今回はそのバージョンでやるのか。少しだけ取りためたものがあるから、多分動画の途中から変わるって感じかな。何にしても不具合が修正されるのはいいこった。そうね、次のグラフでは爆弾が使えそうよ。こうやって新要素が追加されて、またバグを直しての繰り返しだな。うん、おかげで飽きずに遊べるわね。じゃあ本編見ていきましょうか。それでは皆様、ゆっくりしていってね。小屋だれんちの畑だよ。誰のかしらねー、もう畑主はいないと思うわよ。向こうのはジャガイモだろ。種芋を作るのにあんなに苦労したのに、寄り道したこんな家に生えてるもんなんだな。そうね、もっと早く木がついていれば楽だったのにね。何にしてもありがたいわ。またステーキを焼いてくれよな。あいあい。そういやオイルシェールは取れたのかよ。うん、2000くらいは掘ったわね。ガソリンにするとどれくらいなんだ？どうだったかしら。10倍くらいにはなったような。それだけあればオーガもしばらく使えそうだな。そうね、今日こそはオーガを完成させないとね。到着昨日の硬いチェストを開けて帰るわよ。開けるのはいいが、相変わらずあまりいいものは出んな。そうね、費用対効果が悪いわね。あのスキルを取ってみればいいんじゃね？ラッキーなんちゃらってやつ。ラッキーな略奪者。ラッキールーターね。確かに、種類もそうだし、品質もまだ低いものしか出ないもんね。でもねー、効果がはっきり見えないから取りづらいのよねー。じゃああのメガネはどうだ？ラッキーゴーグルのことかしら？それそれ。あれも悪くないわよ。でも同じ顔装備なら、オタクメガネの方が良いかも。経験値がプラス 10% される優秀なアイテムよ。それも見たことないよな。うん、私の運が悪いだけかもしれないけど、ラッキーゴーグルも最近やっとお店で見るようになったもんね。やっぱいいものは出ないわね。出んな。中のところでバイトを受けて、炭鉱もあったら買ってきましょ。炭鉱くらいはありそうだがな。おはよう、ヒュー、炭鉱あるかな？炭鉱ないかって聞いてんだよヒゲ、聞いてないのかよ。ヒューを殴るのはやめなさいよ。この人は私たちみたいな芸人じゃないのよ。すまん。めぼしいものはないわねー、炭鉱だけ買ってこ。これで合計10個か、一応オーガが作れるな。うん、あとはバイトを受けて、他のお店も見てきましょ。このギアさんの回収でいいか、近いし。あいよ。すぐ取ってくるからねー。耳の穴掃除しとけよ。あ、でも行く前にワークベンチにオーガセットしとこ。だな、時間かかるかもしれんしな。動力パーツとハンドルとエンジンと炭鉱ね。思い出した、ガソリンの生成にめちゃくちゃ時間がかかったんだったわ。オイルシェールか。そそ、このバージョンはどうなのかしらね。ポチッと。あとね、電気工事にはワイヤーなんちゃらってのが必要だったのよ。なんだ、ワイヤーなんちゃらって。これこれ、ワイヤーツールか。また炭鉱がいるのか。これがないと配線ができなかったのよ。この分の炭鉱も買ってこないとね。結構出費が痛いな。だから早くるつぼが欲しいのよねー。じゃあ取ってきたオイルシェールもセットしてっと。お、本当に10倍の数ができるんだな。で、時間もリアルで37分もかかるのかよ。この世界のものにしては時間がかかるわよね。まあちゃんと動いてるみたいだから、そろそろバイトに行きましょ。ラジャー。とこの辺りね。なんか見覚えあんな。あ、この間回収任務で来た場所ね。ああ、徹夜明けで来たところだったな。あれ、回収だったら前と同じところにブツがあったりしないか？どうかしらねー。前は屋上にあったけど。先にそっちから見てみようぜ。あいあい。本当にあった。あったな。ある程度設置場所が決まってるっぽいわね。時短はありがたいな。ただいまー、取ってきたわよー。救急キットも欲しいけど、もう作れるんじゃね？そうかもなのよね。ここは値段の一番高そうなツルハシにして、叩き売っちゃいましょ。依頼報酬が880ドルでツルハシが763ドルか、いい稼ぎだな。なんか感じが悪い気がするけどねー。今は金が大事だ、しょうがねー。で、炭鉱を10個くらい買ってっと。これで OK、続けてバイトを受けるわね。ボブンチ方面がいいな。この一層 1.7 キロ SE かな。そうだな。炭鉱も買えたし、
ワイヤーツールをセットしていかないとね。あいよ、あばよひげ。そういや、この世界にも天気ってもんがあるらしいな。そうみたいね。設定のせいかほとんど変わったところを見たことないけどね。アルファ19で軽くなったとはいえ、うつ主のグラボじゃこれ以上の設定はきつそうだもんな。そうね、建物の影を表示しなければいけるかもしれないけどね。影あり設定に慣れちゃったもんな。昔はくっそ重かったから、画質は無視してたって言ってたぜ。今は本当に軽くなったのよね。こんちは、元気、ボブ。いよ、炭鉱あるか？在庫見せてねー。お、今朝話してたラッキーゴーグルあるな。あ、思い出した、メガネの話の続きよ。知能特性の中に優れた物々交換人ってスキルがあって、基本的には売買の価格に有利な補正がかかるものなんだけど、レベル3からこの秘密の財宝の出現率にも補正がかかるようになるのよ。いいものが出やすくなるってことか。そそ、でね、オタクメガネはかけると経験値にプラス 10% の補正がかかるって言ったけど、それ以外にも知能特性自体を、メガネをかけてる間だけプラス1上げる効果もあるの。ほうほう。その効果を利用して、優れた物々交換人を一定レベルまで上げて、メガネを付け外しすることによって、秘密の財宝の中身を入れ替える小技があったのよ。知能を上げ下げすることで、そのなんちゃら交換人のレベルも調整できるのか。そそ。調整できるとここのお宝の中身を入れ替えられると。そそ、一粒で二度おいしいのよ。わかったけど、オタクメガネってやつがないと使えんな。そうなのよねー。まあもしオタクメガネが出てるのに、私が気がついてなかったら教えてほしいのよ。了解、覚えておくぜ。じゃこの一番上の回収を受けてっと、なんだかんだでトレーダーの利用率は高いもんな。そうなのよね。前に優れた物々交換人の話をした覚えもあるんだけど、お前はすぐ忘れちまうもんな。悪かったわね。まあこのスキルを取るには早ければ早いだけいいのよね。スキルポイントも余ってるし、家に帰ったら今日のうちに取るんだな。そうね、忘れてたら言ってよね。あやい。ここがヒューの依頼文ね。サクッと終わらせちまおうぜ。あ、あれってキノコじゃない？そうみたいだな。言っただろ、地下みたいにジメジメしたところが本来の自生場所なんだよ。うん、補給物資来たわね。キノコの話だろ。ちゃんと聞いてるわよ。ジメジメしたお家がいいって？言ってねえよ。うわぁ、山ほどキノコがあるわね。ここも序盤に見つけられてればよかったな。そうよね、毎日キノコご飯が食べられたわね。毎日はいらん。やっと終わったわ。お疲れ、次はボブの依頼か？ボブの後回しにして、ここから南の町、ジョエル2号店に行ってみるわ。補給物資も南に落ちたのよね。あんまり顔出してないもんな。ご無沙汰割引が適用されんかな？あったらいいわね。ゴミっぽいわね。その軍用アーマーパーツってのはよく出るな。軍用装備を作りたいからパーツは貯めてるんだけど、確か本を読まないと作れないはずなのよねー。本なんかランダムだもんな。いつ出るかわからんな。その確率を上げるためにもさっきのスキル、優れた物々交換人か。そそ、それを取らないとね。こんちは、来たでー。いいよ、グラさん、割引してくれ。まずは不要品を叩き売ってっと。手持ちは563ドルか。これもかな。こんなもんね。900ドル超えたな。さあ在庫を拝見。お、ロボット砲台来たー。設計図か、やったな。であら？ロボットた砲台ってなんだよ。パチモンじゃねーのか、これ。10代のお友達もいらっしゃるみたいだから、霊夢お姉さんが説明するわね。わーい、教えてーお姉さん。パチモンっていうのはね、よく知られた商品、人気商品、長く売れ続けている商品なんかに似せて作られた偽物ってことね。本物そっくりに作って、間違えて買わせるようにしているのよ。名前も微妙に変えて、訴えられても独自商品だと言い切れるようにしてたりするわね。アッピーの iPhone だとか、ノキアがノクラになってたりするわ。大概すぐ壊れちゃったり、爆発したりするから、良い子は騙されないようにね。そうなんだー。教えてくれてありがとうお姉さん。ジョエルはこのチェーン店のオーナーだから、パチモンは扱ってないと思うわよ。
まあ騙されたと思って買っていくんだな。騙されてないっての。他に欲しいものは、この大容量タンクかな。両方で1750ドルくらいか、あと800ドル足らんな。サクッとティアさんのバイトをこなせばすぐね。なんか手頃なバイトがないかしら。お、それだな、一層160メートル。めちゃめちゃ近いわね。じゃ早速行くわよ。向こうの家か。そうね。霊夢、そろそろ腹が減ったぜ。そうねー、突入する前にお昼にしましょうか。弁当はなんだ？確かカブちゃんに肉シチューを積んでたような。いや、肉シチューだとこぼれちゃってるだろ。ふぅー、これだから料理の素人は困るのよ。マスターシェフである私に抜かりはないわ。この間取ったイノシシがいたでしょ。あれの骨と一緒に煮込んだから、ゼラチンで固まってるのよ。あんたちょっと待てるんだったら、カブちゃんのエンジンで温めるけど。どうする？お茶だけでいいです。煮こもりみたいで美味しいのにねー。よーし、あれで最後ね。さすがティアさん、2時間以上かかったな。まあ探索もしてるもんねー。その分報酬も期待できるかもよ。はい、終了、帰りましょ。ただいまー、買ってきたわよー。まだボブの依頼も残ってるからな、急がんといかんぞ。お、やった、一発で1980ドルよ。2時間かかった甲斐があったな。報酬はレップアーマーね。今使ってるのは品質にだったよな。よく覚えてるわね。あ、おまけが出た。追加報酬で2200ドルだって。ついてるな、一気に手持ちが5000ドルか。現物報酬ももらえるのね。じゃあこの分用グローブにしましょ。今品質1のやつを使ってるしね。特別な仕事も出てきたけど、先に売り買いね。売り物はこんなもんかな。で、このロボット多方台を買ってっと。あとはタンクだったな。あったあった。これでいいわ、特別な仕事も受けるだけ受けとくわね。新しいトレーダーを探すバイトだよな。そそ、でもこれは明日行こうね、時間がないわ。なんとかここのボブのバイトは、今日中に報告しときたいわね。ここは回収だったよな。そそ、さっさと拾って撤収ね。でももう20時20分だな、今日中には難しそうだぜ。明日は明日で忙しいんだけどね。防衛拠点作りか？そうそう、電流フェンスの実験もできていないしね。ムフ、レベルもまた上がったわ。あ、そこの右下で点滅してる。でもゾンビに気づかれちまったぜ。もう、時間がないのに。堀田くん頼むわね。おぉ、目が光ってんぞ。ねえ、今のって固定配置のゾンビかな？レベル依存の分だとしたら、これからもあのタイプのゾンビが出てくるな。お、ん？なんかすげえ急いでんな。微妙にこっちを見てるのがいやらしいわね。あらどういうフォームで走ってんだ。器用よね。出た。このゾンビこの間は全然出なかったくせに、今日はやけに簡単に出てくれやがって。サービスがいいのか悪いのかわからないわね。でも、なんだろう、倒しちゃいけない気がするのよね。なんでだよ。なんなんだろう、うぷ主の心の叫び。早く倒せよ。く、引き金が引けないのよ。なんだそりゃ。じゃあ回収に専念しろよ。時間もないのに。そっちの階段へ。ドア閉めろドア。ひとまず安全ね。どうすんだよ、物は向こう側だぜ。一旦降りて、下から回ってきましょ。ここはトイレじゃんか。行き止まりね。あ、もう追っかけてきてる。まだ撃てねえのかよ。ダメ、引き金が落ちないわ。もう一匹いるぜ。そこを。なんでそんな器用な撃ち方ができんだよ。私にも見えたのよ、空が。おう。さあ今のうちよ。あったわ、ここね。よし早いとこずらかるぜ。疲れた。間に合うか、ボブへの報告。ギリギリかも。まあ急ぎましょ。なんとか間に合ったわね。あと5分で閉まっちまうぜ。急げー。こばわー、取ってきたわよー。
これ、早くしてくれボブ。パッとしないわねー。報酬よりも、ボブんところは買うものがいくつかあったよな。じゃあ何でもいいか。この斧にするわね。追い出されちまったな。ぐぬぬぬ、相変わらず時間厳守ね。まあジョエルに5点で買い忘れたものもあるし。明日また来よう、もう時間だぜ。動画をご視聴してくださった皆様、本日も最後までのお付き合い、ありがとうございました。ありがとうございました。今回もまたまたオーガが作れませんでしたが、また続きを見てくださるとありがたいです。ワークベンチにできてるけどね。高評価やコメントなどもいただけるとモチベが上がりますので、お時間のある方はぜひお願いいたします。お願いいたします。それでは皆様、バイー。